スノーキャンペーンはアメリカ独立戦争開戦後の南部植民地では最初の大掛かりな軍事作戦である。リチャード・リチャードソン大佐の元に集まった3000名にも上る愛国者民兵隊がサウスカロライナ植民地のロイヤリスト民兵長母拠点に抗軍してこれを試算させロイヤリストが組織化しようとしていた妨害行為を阻止した。この愛国者民兵隊の遠征は その後半に激しい降雪があったのでスノーキャンペーンと呼ばれるようになった。1775年4月にアメリカ独立戦争がマサチューセッツ湾植民地で始まった時、サウスカロライナ植民地の自立した民衆はそれへの対応で2つに分かれた。海岸部に住んでいたイギリス系住民の多くは中立を取るか反乱側を支持し、田園部に住んでいたかなりの数の住人は、 その多くがドイツ系やスコットランドからの移民であり、反乱に反対の立場を取った。伝園部のロイヤリストを指導したのがトマス・フレッチオールであり、英国王及び議会に抵抗しようという愛国者側に対抗する声高き活動家だった。1775年8月までに植民地内の愛国者とロイヤリストの間に生じた緊張関係は双方が かなりの勢力の民兵隊を立ち上げるまでに高まっていた。それまで起きた事件はほとんど暴力を伴わないものであり、臨地のような孤立した事例があるだけだったが、双方は弾薬の支配をめぐって緊張感を高めていた。8月初旬に植民地安全委員会が、ウィリアム・ヘンリード・ドレートンとウィリアム・テネント牧師をナインシックスの町に派遣し、田園部での愛国者の支援を急行し、 成長しつつあったロイヤリスト勢力を抑圧しようした。ドレートンは9月にフレッチオールと交渉して一時的な急戦を取り付けることができた。9月15日、愛国者側民兵隊がチャールストン港を見下ろす重要な砦であるジョンソン砦を占領した。植民地総督のウィリアム・キャンベルは植民地議会を解散させ、自らの安全が脅かされることを恐れて、 イギリス海軍のスループオブウォ OHMS たまに逃げ込んだ。このことで愛国者側が支配する安全委員会が植民地の首都を抑えた。委員会はチャールストン郊外の防御を改良し拡張し始めた。11月11日と12日には愛国者の陣地と港に浮かぶイギリス海軍艦船の間で砲撃戦が行われたが、双方に被害は出なかった。 10月に安全委員会が、チェロキー族インディアンに届けることを意図した火薬と、銃弾の積み荷を、ロイヤリストが捕獲したことに反応して、大規模な部隊の編成を始めた時に、事態は悪化していった。11月8日、カムデン民兵隊の指揮官、リチャード・リチャードソン大佐を派遣することを決め、積み荷を取り返し、ロイヤリスト指導者を逮捕させることにした。リチャードソンが、 チャールストンでその部隊を集めている間に、田園部で、すでに兵士を重宝していたアンドリュー・ウィリアムソンは、火薬が捕獲されたことを知った。ウィリアムソンは560名を率いて11月19日、早くにナインティシックスに到着した。この小さな町は、防御に適していないと判断したウィリアムソンは、ジョン・サベージのプランテーションに宿営地を作った。そこは、 間に合わせの防御策で守られ、部隊の所有する三門の旋回法に異界を提供していた。ロイヤリスト側の兵員長母はもっと進んでおり、パトリック・カニンガム大尉とジョセフ・ロビンソン少佐が、さらに大きなロイヤリスト部隊を率いて、ナインシックスに向かっていることを、ウィリアムソンは知った。その日に、作戦会議が開かれ、愛国者部隊の指導層は、 ロイヤリスト部隊と対峙するような出撃をしないことに決めた。ロイヤリスト部隊は翌日到着し、愛国者部隊の宿営地を包囲した。愛国者、民兵二人が防御柵の外でロイヤリストに捕まった時は、双方の指揮官僧が睨み合いを終わらせるための交渉を行っている最中だった。このことで砲撃戦が始まり、約2時間続いた。両軍の損失はわずかだった。 その後も二日間包囲が続き、その間に時として砲撃戦が交わされた。愛国者部隊の指導層が、その旋回砲を差し出す代わりに部隊を率いて、宿営地から出ていくという急戦交渉が成立し、包囲戦は終わった。旋回砲は後日返却された。ロイヤリスト部隊はサルダ川を越えて撤退し、愛国者部隊は下流のチャールストンに向けて撤退した。 こうした間に、リチャードソン大佐は、田園部への行軍を始めていた。総勢約1000名を率い、11月27日までに、コンガリー川に到着した。そこで数日間泊まり、川を渡り、さらに民兵を集めていた。宿営地を出発した時は、総勢約1500名になっていた。12月2日までにサルーダ川とブロード川の間に、ある、 ダッチフォーク地域に到着し、その途中でも増え続ける民兵を吸収していた。ダッチフォークでは、エヴァン・マクローレンの家屋に入り、その地域で数人のロイヤリスト士官を捕獲した。ロイヤリストの部隊は指揮官を失ったことで苦しみ、脱走のために勢力を弱めていた。部隊に残っていた民兵たちは、サルダ川の水源地にある、チェロキー族の土地に向かって交代した。 リチャードソン大佐は、ロイヤリストの士官を逮捕することと、盗まれた弾薬の返還を要求する宣言書を発した後で、行軍を再開した。この時部隊は、約2500名にまで増えていた。さらに成長を続けたその部隊は、エノリー側に向かって行軍し、ロイヤリストの指導層を追いかけた。12月12日、リチャードソンは、部隊が3000名となり、 コラー穴に隠れていたフレッチオールなど数人のロイヤリスト指導者を捕まえたという報告書を送った。フレッチオールの農園が捜索され、キャンベル知事から来ていた手紙など指針が発見された。エノリーでは、リチャードソンの民兵隊に、ウィリアムソンの部隊が合流し、さらにノースカロライナ植民地からは、クリフィス・ラザ・フォードとウィリアム・グラハム両大佐が率いてきた部隊も加わり、 総勢は4000名から5000名の間にまで膨れ上がった。これらの部隊が田園部を探し回り、チェロキー族領土の数マイル内側にあるリーディ、川沿いでは200名のロイヤリストが宿営していることを突き止めた。リチャードソンはウィリアム・トンプソンに千3 0 0名をつけてこの宿営地攻撃に向かわせた。トンプソンの部隊は12月22日にロイヤリスト宿営地を吸収し、 兵士を捕まえ、物資、武器、弾薬を捕獲した。トンプソンは、部隊兵を支配して、虐殺を止めさせることができた。5名、内し6名のロイヤリストが殺され、トンプソン配下の1名が負傷した。翌12月23日、愛国者部隊が、海岸に向かって戻り始めた時に、雪が降り始めた。愛国者部隊は、 そのような天候に対する備えがなかったので、帰りの行軍は難従した。リチャードソンの部隊は解体され、民兵の多くは故郷に戻った。この行軍で捕まえた捕虜は136名であり、1776年1月2日に護衛付きでチャールストンに送られた。サリバン島の戦いの様子を描いた19世紀の エキャンベル知事はタマー環状での生活を続けており、3隻目の艦船が到着した後でジョンソン砦への攻撃を検討した。しかし、愛国者部隊は活発に港の防御を固めていたので、イギリス艦隊は1776年1月にチャールストンを離れた。ヘンリー・クリントン将軍が率いたイギリス軍が、 チャールストン港のサリバン島を攻撃したのが1776年6月であり、これに失敗すると1778年後半までイギリス軍による南部での大きな作戦展開はなくなった。このスノーキャンペーンで田園部におけるロイヤリストの大規模な活動はなくなることになった。捕虜になったロイヤリストの多くは愛国者側指導層の田園部 UFO に対する怪獣の姿勢として 解放された。ロイヤリスト指導者の中には捕獲を逃れて逃げ出した者もいた。その中でも著名なのはサウスカロライナの土地所有者トマス・ブラウンであり東フロリダに逃亡した。ブラウンはジョージアとフロリダの国境でゲリラ部隊を率いた。ジョージアからサウスカロライナを奪回しようというブラウンの作戦を1778年から1780年に イギリス軍が実行することになった。ありがとうございます。